福知山羽ばたきタイム。それではここからの時間、福知山羽ばたきタイムお届けします。この福知山羽ばたきタイムは、福知山市の施策やイベント、お知らせ、話題などを各担当部署の方に出演していただきまして、パーソナリティとのやり取りを交えながら分かりやすく放送する番組です。さて、今回の福知山羽ばたきタイム、福知山市企画制作部観光振興課の小滝春夫さん、そしてロケ地百景選定隊の隊長松本和則さんにお越しいただきまして、ロケ地百景選定隊について、またお気に入りの風景の募集についてお話を伺いました模様をお届けしていきます。それではまず前半部分ご紹介していきます。お聞きください。福知山羽ばたきタイムは、福知山市企画制作部観光振興課の小滝春夫さん、そしてロケ地百景選定隊の隊長松本和則さんにお越しいただきまして、ロケ地百景選定隊について、またお気に入りの風景の募集についてお話を伺います。小滝さん、松本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずはロケ地百景選定隊についてお話を伺います。このロケ地百景選定隊はどのような活動をしていらっしゃるんでしょうか。松本さん、お願いします。はいはい。まずですね、この経緯なんですけども、はい、福知山市ではですね、まあ、昨年の城下町福知山に新たな魅力を加えてですね、観光誘致を図ろうということで、平成の城下町福知山にぎわいづくりの事業を推進しています。はい。その活動の一環としてですね、ロケ地百景選定隊が結成されたわけです。市内の景観の中からですね、映画やドラマ、 CM などですね、ロケ地に有望な場所を100箇所選定して、制作会社等への売り込みを行ってですね、全国に発信していきたい、はい、そして福知山の魅力をアピールしていきたいと、そういった意味でこの当面はですね、ロケ地百景選定の掘り起こしに集中して取り組んでいるところでございます。はい、わかりました。その選定隊のメンバーなんですけども、これは有識者の方が中心になるんでしょうか。何名で構成されてるんですか。はい、これはですね、まあ、広く一般公募からの編成になっております。はい。メンバーにはふるさとの遺産について知識を生かしたいとか、あるいは実際にですね、制作番組に携わっておられる方々とかですね、はい、うん、あるいは商工会青年部でありますとか、はい、城下町を考える会の皆さんとか、うん、はい、あるいは観光ボランティアですね、実際ガイドをしておられる皆さん方とですね、いろいろな皆さん方のメンバーで非常にユニークなチームとなっております。はい。で、現在はですね、10名の方で活用中です。はい、わかりました。さて、この参考までに、この城下町にぎわいづくり研究会というのがあるかと思うんですが、これ平成の城下町福知山にぎわいづくり事業の活動になっているということなんですけども、ロケ地百景選定隊以外にはどのような隊があるんでしょうか。小滝さん、お願いします。はい。このロケ地百景選定隊の他に、手作り甲冑隊と観光コース選定隊というのがありまして、3本立てとなっております。はい。手作り甲冑隊はその名の通り、手作りで鎧兜を作りまして、それを身につけていろいろなイベントに参加して、城下町福知山の PR 活動を行っています。はい。現在15人の隊員でやっております。はい。そして、観光コース選定隊はおすすめの観光コースを考えて、福知山市外から観光客を呼び込む、まあ、いわゆる着地型観光の基礎作りを推進していくものでございます。はい。あの甲冑隊については、先日 の、 そのお城祭りでもお披露目ということで、皆さんよくご存知かと思いますけども。はい。さあ、それでは続いて、お気に入りの風景の募集についてお話伺っていきます。まず
募集の内容について詳しく教えてください。松本さんお願いします。はいはい、はい、これはですねもう簡単でございます。はい、日頃の日常生活のですね、うん、思い気づき、うん、これをご紹介していただいたら結構なんですよ。はい、全く簡単なんです。ただその観光名所とかですね、はい、そういう限定でなくですね、うん、まあ、日頃その私たちの暮らしの中での思いとか気づきとか、うん、こんな風景がいいなっていう街並みですね、はい、あるいは建物などですね、はい、まあ、ジャンルを問わずですね、うん、どんどんご紹介していただきたいと、こういうことなんです。例えばですね、はい、まあ、自然であれば大江山の雄大な風景ですね、はい、それから入間川の清流などなどですね、その名所や神社仏閣あるいは町並みとか建物祭りあるいはまたですね橋とか工場とか倉庫などですね、うん、はい、見える場所でもいいんですね、はい、普段なら何気なく通ってるあるいは過ぎ去ってるような箇所ですね、はい、自身のお気に入りあるいは気づきなどの箇所をですね、ここはドラマ化したらいいな、うん、あるいは CM の素材でいいな、うん、そういった舞台になりそうなところをどんどんご紹介したいと。例えば最近このお店になってますね、この木なんとかな、うん、ね、ありますね、ああいったそうですね、全くの気になる木なんですね、その類の例でいいですから、ほんのちょっとしたですね、はい、仕草の情景とか場所が歓迎したところなんです。特にこの自然なんかはですね、はい、まあ、四季をついた変化があるでしょう、こういったところも非常に歓迎するところなんですね。どんどん応募していただきたいと思っています。わかりました。はい、まあ、その暮らしの中の何気ない風景でもいいということで今お話しいただきましたけども、はい、例えばこれまでにその選定隊の皆さんが選ばれた風景や場所っていうのはないんでしょうか。はい、そうですね、今ね、うん、選定隊で集約しておりますおよそ98件ほどもうすでに出てるんですよ。はい、ですからねそこら辺のところをちょっとこうご紹介していますとですね、うん、まあ、場所的には旧市街とか、はい、あるいは旧山地を呼んでます、はい、それから美しさだけですと、まあ、福ちゃんは実景とかね、うん、いろいろとあるんですけども、はい、ただその美しさだけでなくですね、画堂を通した普段の生活をにじみ出るようなですね、そういった映像とか食べ物も多く出ておりますね。はい、まあ、一つをご紹介していますとね、うん、例えば大江山に行く方に宮津街道ってあるんですけど、はい、そこに鬼ヶ茶屋っていう、はい、まあ、昔のですね、今もやっておられませんけども、そこにですね、はい、こう岩風呂があるんですよ。お、はい、これはですね当初はその建てるときにその岩をこう取って建てようかということだったんですけど、うん、はい、なかなか硬くてですね、その岩がこの建物の中に入ってると。でそれをですねこうくり抜いて風呂にされてるんですよ。で今も利用されてるんですね。ですから非常にこの原風景と申しますか、生活の、まあ、自然の生活ですね、はい、まあ、温泉宿であるんですけど、民家のこういった近くであるんですね、なかなかないんですよね。あるいはですねその自然の風景とかですね、廃線跡あるいはトンネルとかですね、木造建築、はい、特にこの木造建築とか明治とか大正とかですね、大変古いものもよく出していただいておりますね。それから市街地の中ではですね、はい、この町屋さんですけども小家でですね、はい、この入り口の玄関の扉がすごい滑車があってですね、はい、あの目立ったかと思いますけども、そういう非常に風情のあるそういったところもですね皆さんに出していただいておりますので、はい、まあ、これから98からどん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 増えていくというふうには楽しみにしてやるんですけどね。なるほど、100景ということですが、100にこだわらずたくさんくださいと。そうです、もう100も200も300もですねどんどん応募していただいて、こう選定するのが難しいぐらいにぜひお願いしたいと言っております。わかりました。はい、さあそれでは続いて応募資格について教えてください。小滝さんお願いします。はい、はい、応募資格については一切制限はありません。はい、年齢とかあの住所など関係なく、あのどなたでもあの何点でも応募していただけます。はい、ですからあの意外とこう市内に住んでおるものでは気づかなかったような視点からの応募など、そういうものをあの楽しみにお待ちしております。はい、分かりました。募集期間というのはいつまでになるんでしょうか。はい、今年の年末までということで、あの平成24年12月31日まで募集いたします。はい、分かりました。まあ、お話を聞いて身近な風景場所でロケ地にこんな場所いいんじゃないかなということで、まあ、応募してみようと思われた方、応募方法この後福知山鹿を挟みましてご紹介いただきます。それではここで福知山鹿をお聞きください。福知山混声合唱団の皆さん、合唱祭で収録をさせていただきました福知山鹿をお届けしました。
さて今回の福知山羽ばたきタイム、福知山市企画政策部観光振興課の小滝さん、そしてロケ地百景選定隊隊長の松本さんにお越しいただきまして、ロケ地百景選定隊について、そしてお気に入りの風景の募集についてお話を伺いました模様をお届けしております。それでは後半部分お届けしますのでお聞きください。今回の福知山羽ばたきタイムは福知山市企画政策部観光振興課の小滝さん、そしてロケ地百景選定隊の隊長松本さんにお越しいただきまして、ロケ地百景選定隊について、またお気に入りの風景の募集についてお話を伺っております。小滝さん、松本さん、引き続きましてよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくね。はい、お気に入りの風景の募集についてお話を伺っている途中だったんですが、日頃の暮らしの中の風景や街並みなど、市内の景観の中から映画やドラマ、CM などのロケ地に有望な場所を広く募集していらっしゃるということでしたが、それでは募集の内容、応募資格、募集期間まで伺いました。続きまして応募の方法を詳しく教えてください。小滝さん、お願いします。はい、募集チラシ の、 あの裏面が応募用紙になっております。はい、これは募集チラシは、はい、福知山市のホームページからもダウンロードできますし、はい、市役所の本庁や三輪役の大江の各支所にも置いております。はい、これに必要事項をご記入いただきまして、ロケ地百景選定隊の事務局までメールかファックス、もしくは郵送でお送りください。はい、そのまあ応募用紙に必要事項を記入してということなんですが、どういった内容で記入するのかご紹介いただけるでしょうか。はい、まず応募者の方のお名前、住所、電話番号などをご記入いただきます。はい、そして、ロケ候補地についての情報を書いてもらいます。はい、応募者ご自身の所有物件なのかそうでないのか、また施設名や場所名、はい、その所在地、そしておすすめのポイントや季節、時間帯、また建物などで所有者管理者の連絡先が分かる場合はご記入いただきたいと思います。はい、それではその応募する際の注意点教えていただけるでしょうか。はい、まず応募されたものがすべてロケ候補地として採用されるわけではございませんので、はい、その点はご了承を願いたいと思います。はい、それからメールでご応募いただく場合は写真データを添付して、送信いただくということになると思いますが、はい、プリントした写真を郵便で送っていただいた場合はその写真はお返しできませんので、この点もご了承願います。また自分のものでない民家などを承諾なしに応募されるということになりますと、プライバシーの侵害になってきますので、はい、そのようなことはないようにお願いいたします。はい、お寄せいただいた個人情報は、この目的以外には使用することは一切ございませんので、どしどしご応募いただきたいと思います。はい、わかりました。お気に入りの風景の応募用紙、チラシの裏面にあるということですね。はい、はい、もう一度伺いますが、このチラシというのはどういった場所にあるんでしょうか。どこかこう観光協会のところにあったりとか、はい、ってことですね、観光案内所にも置いておりますし、はいはい、市役所の本庁、はい、各支所、それからですね、隊員が、知っておる、はい、喫茶店とか飲食店、はい、飲食店とか、はい、そういうとこにもちょっと置いてもらえるとこは置くように、ね、していくように、して考えております。わかりました。じゃあ皆さんのこう身近な、それこそ生活の中でひょっとするとチラシをご覧になる機会があるかもしれませんね。はい、はい、その際にはぜひ、自分の住んでる中でこんな風景ないかなというふうにぜひね考えていただいて応募いただければというふうに思います。はい、さあということでお話伺ってまいりました。さあもう最後になってしまうんですが、一言頂戴できるでしょうか。では松本さん、お願いできますか。はいはい、はい、一言で言うならですね、はい、これはもう福知山再発見です。うん、このロケ地百景選定を通じましてですね、はい、この我が町の福知山の良さ、これを今一度見直すきっかけとなっていただきましてですね、はい、福知山の魅力、うん、そういったものを全国発信したいと、こういうふうに考えております。はい、そしてですね、
この福知山の魅力を感じていただいたお客様がですね、一人でも二人でも増えてですね、にぎわいのある町づくりにつながれば大変嬉しいと思っています、うん、そういった意味でですね、このやる取り組みに応募していただきまして、まず応募していただきました、はい、それから町づくりに参加をしていただきましてですね、はい、皆さんとご一緒にですね、ロケ地のこの宝探しに一緒に行きたいなと、うん、こう思っておりますので、ぜひ皆様のですね、きらり星一番を、はい、で応募いただきたいと、うん、こういうふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。やはり皆さんこう応募されて、その場所が例えば CM であったりテレビであったり、はい、取り上げられた時にはものすごく嬉しいと思いますし、そうなんですね、まあ、福知山市民の皆さんも、あ、自分が住んでる町にこんないい場所があったなんて再発見になるかと思いますので、はい、ぜひ皆さん、たくさんの方、はい、ご応募いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今回の羽ばたきタイムは福知山市企画制作部観光振興課の小滝春夫さん、そしてロケ地百景選定隊の隊長松本和則さんにお越しいただきまして、ロケ地百景選定隊について、またお気に入りの風景の募集についてお話を伺いました。小滝さん、松本さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。私たちが普段生活している中で気づかないけれど、実はものすごく綺麗な景観であること、まあそんな場所もあるかもしれませんね。皆さんがお気づきの周辺にあるあなたのお気に入りの風景、ぜひご応募いただきたいと思います。さて、今日ご紹介しました福知山羽ばたきタイムの詳しい内容について、詳しくは企画制作部観光振興課、電話0773-24-7076 番、0773-24-7076 番までお問い合わせください。以上、この時間は福知山羽ばたきタイムをお届けしました。